デビット・アレクサンダー・パターソンはアメリカ合衆国の政治家。第55代ニューヨーク州知事を務めた。1954年5月20日にニューヨーク市のブルックリンに誕生する。母親はアフリカ西部のギニアビサウから連れて来られた南部の黒人奴隷を先祖に持つ人物であり、父親であるバジル・パターソンはジャマイカ系黒人であり、後にニューヨーク州衆議会議員、さらに ニューヨーク市条約となる人物であった。父方の祖母であるエヴァンジェリーン・パターソンには、ジャマイカの英雄マーカスガーベイの秘書の経歴があった。生後3ヶ月の時に、耳からの感染が視神経にまで波及したことによって、左目を失明し、右目にも高度の視力障害が生じた。ニューヨーク市の学校では、用語学級での学習が求められたため、一家は普通学級への通学が可能な、 ロングアイランドに転居した。地元の公立高校を卒業し、1977年にはコロンビア大学から学士号、1983年にはホフストラ大学のロースクールからホーム博士の学位を得た。その後、クイーンズ区の地区検察局に勤務するが、司法試験には合格できなかった。1985年にパターソンは検察局を退職し、 ニューヨーク州州議会議員に初当選した。2003年には院内総務となり、2007年に州知事に就任したエリオット・スピッツァーの下で副知事に就任した。2008年にスピッツァーが買収スキャンダルで州知事を辞職したことで規定によりニューヨーク州知事に繰り上げ就任し、2010年12月31日まで在任した。アメリカ史上4人目にして、 ニューヨーク州では、初となる黒人の州知事である。また、1975年に11日間、アーカンソー州知事を務めたボブライリーに続き、アメリカ史上2番目の盲目の州知事でもある。民主党系としても、リベラル色が強く、同性結婚の許可についても理解を示している。そのため保守的な共和党議員とは、対立を余儀なくされたが、現在は、 アメリカの経済強行に対抗するため民主党と共和党の枠を超えてニューヨークの議員らに協力を求めている。2010年3月に2009年秋の大リーグワールドシリーズを職権を悪用して無料で感染したとして周期立委員会から検察当局に告発される。ありがとうございます。